なんかそうやたらこうロボットとか機械とか、心がこもってませんとか、あのね、心がこもってないんじゃなくて、そのむちゃくちゃ深く言ってないんで、考えずにやっぱ喋るんでペラッペラに聞こえるんだと思いますね。ちょっと僕喋り見たことないんですけども。あなた運がいいんだって。俳優の谷原章介が香川照之のしたことはセクハラではなく性的暴行だと発言して称賛されてます。僕はこの人は、優しくてクールを気取ってるけど実際は冷淡で他人はどうでもいいと思ってる気がします。関数学で見てほしいです。はい、というともう一件来てたんでね、もう一件読ませていただきます。俳優の谷原章介さんが香川照之を、厳しく批判してました。正義感の強い人なんでしょうか、関数学希望ですということですね。はい、谷原章介はですね、僕あんまり、知らないです。たまにね、実はこの香川照之さんの件以外でもですね、前々から谷原章介さん、たまにね来るんですよ。はい、感想枠が。なんか谷原章介さんってその何やったっけな、細かすぎて伝わらない、モノマネみたいなあるじゃないですか、トンネルズの。あれでしか見たことなくて、本人を僕あんま見たことないですよね。優香と一緒になんか、やってるのが谷原章介さんですよね。あの、モノマネ。でも全然知らないですよね。なんか、イケメンの人ですよね。妻が元石田純一。あ、そうなんですね。皆さん詳しいですね。あ、オセロの中島の元彼。あ、そうなんですね。全然知らなかったですね。まあ、結構来たんでね。はい。とりあえず、感想枠リクエスト来たんで、やってみましょうかね。まあ、ハングルメタルさんのね。まあ、でもこの、性的暴行の件はですね、どっかの弁護士の先生も言ってたんで、普通に香川照之さんがやったことはですね、普通の強制わいせつって言ってたんで、まあ、そこはそうなんでしょう。この谷原章介さんがね、どうこう言わなくてもですね、その弁護士さんがちゃんと言ってたんで、まあ、そりゃそうなんでしょうね。どんな人だろう。あ、この人か。あ、ちょうどこの記事か。この記事見ていきましょうか。いや、一切見たことないな。この件ですね。要するに、今日、ね、ハングルメタルさんとかくれたら、この件ですね。一世の元妻が谷原の奥さん。ああ、そうなんですね。一世の元妻。なるほどね。この方ですよね。この方で合ってますよね。いや、僕見たことないな。初めて見たな。それこそなんか、この、谷原さんもなんか歌舞伎役者みたいな感じの、顔して、まあ男前男前ですよね。谷原さんは、まあシュッとした感じのイケメンですかね。あ、トレンディ俳優さん。トレンディ俳優さんなんですね。なんかね、耳が出してもね、ちょっとカリフラーみたいになってるんで、こんなイケメンな感じなのに、なんか柔道とかレスリングとかやられてたんですかね。ねえ、なんか意外にこうイケメンなのに、その格闘技とか寝技系のなんか武道をやられてたのかなっていう耳してますけども。あ、一応アナウンサーを兼ねている。あ、そうなんですね。ハンサムスーツの人。ああ、まあハンサムスーツに出るやから、あの、ハンサムってことですよね。ちょっとこれ見やすいですかね。これ合ってます。これが谷原さんのメインっていうか、いい感じなんですかね。じゃあこれで谷原、これで、まあちょっと香川さん邪魔か。ちょっともうちょっと見やすい顔の方がいいか。ちょっと変えましょうか。こっちの方が見やすいかな。これ以上大きくならないですけどね。はい、じゃあこれいきましょうかね。谷原さんです。ああ、そうだ、塚地さん。ああ、なんか塚地さんがかっこよくなくて、でハンサムスーツっていうのを着ると、この男前になるってことですね。はい、ということでいきましょうかね。まあ言うても喫相は喫相なんですけども、なんか谷原さんをのリクエストもらうときって、なんかね、その、なんかマイナスイメージのことを書かれてることが多いんですよ。まともそうですけども、なんか信用できませんとか、なんかその、まともそうですけど、さっきも書いてましたけども、なんか言葉に、心がこもってませんとか書かれるんですけども、なんか、なんでそんな言われるのは、まあちょっと僕、喋りとかですね、所作とかを見てないんで、なんか、話が薄っぺらい、声とかが薄っぺらいんですかね。
全然その競争さがないんですよね、実は。まあ、あの眉毛のね、あのなぜか剃ってないところがあるんですけども、ここら辺ですね、これが一応ちょっと競争は競争というかですね、まあ人間関係に注意、対人運注意っていうのがこの部分なんですけども、これはよく見えますよね。でも、まあ、なんでこのテレビ出てる人なのにあの眉カットで整えてないんだろうなというのが、なんていうんですかね、不思議だなと思いますね。俳優ね、そうか、なんか忖度というか、まあ、真面目な答えを言うからですかね。真面目なことを言うから、要するに、ええかっこ言うなよという感じで思われるんかもしれませんね。抑揚がない。なるほど。モノマネの感じが似てるってことですよね。優香と、モノマネやってる感じが、なんていうかな。淡々とロボットみたいに喋るのが似てるってことですよね。顔型はね、非常にいいんですよ。はい。これ、まあ、要するに長方形ですよね。で、まあ、仕事運、金運よし、って言われますね。ただね、この、丸型で、この、生え際がね、ちょっとぼやっとしてるんで、まあ、優しさはあるんですけども、案外これ、イケメンですけども、結構、この眉毛と、あと、この、人中、そしてこの、生え際との合わせ読み、あと、顎ですね、合わせ読みで言うと、案外性欲が強いんですよね。案外性欲は、こんなシュッとしたイケメンで、まあイケメンでも男なんでね、男性なんで、はい、結構性欲は強めです。で、そうですね。で、まあおでこもね、まあおでこは普通かな。そう、広さが、まあおでこの広さって僕、たまに言う、おでこの広さとかね、この、三根の秋とかですね、このインドの秋とか、どっから広いんですかと、どっから広くて、どっから狭いんですかとか言われるんですけども、それはね、人の感覚です。だから何センチとかないんですよ、もちろん。だから何センチ以上広いとか、何センチ以上、狭いとかはないんですよ。この人の感覚で、この顔の感覚、この顔の大きさからのこの感覚とか、このおでこの感覚で見るんで、あ、子だくさんなんですね。なんで、そこはね、もう自分で覚えてください。だから何センチ以上広いとか、そうそう、割合なんです、やっぱり。やっぱ、むちゃくちゃ顔がでかかったらですね、こんな5センチが広いとか、ありますけども、そういう風に、そう、バランス、その対比みたいなのを、マスターしてほしいですね、人の顔見ながらね。で、眉毛がですね、この部分ですね、ここ、剃ってないんですけど、この部分がですね、対人運マイナス、人に騙されたりとかですね、人に騙されたりとか、案外ちょっと、お人よしというか、抜けた部分があるんで、はい、その部分気をつけないと。自分が、そう、引っ掛けたり、相手を騙したりするよりは、騙されたりとか、がっつりなんかに引っかかる方の人間なんで、なんでまあ、そんな、超悪人ではないと思いますね。この、眉間、陰道の間はちょっと広めですね。で、目はね、そんな悪くないですね。はい、言うても、これ、乾燥師が言うとダメなんですけどね。なんていうんですかね。本当は、形とか、言わないとダメなんですけど、目は要するに、ちょっと綺麗な方ですよね。綺麗な方で、冷たそうにも見えるんですけども、多分ね、その冷たそうに見えるのはですね、深く考えずに物を言ったりとかですね、何も後先考えずに行動したりとかするんですよ。はい。で、さっきの眉毛の部分と一緒で、そう、騙されたりとか失敗しがちなんですよね。あ、全然伊勢屋さんより全然はるかに前奏ですよ。で、鼻は、まあ、ちょいプラス、基地7ぐらいですかね。基地7ぐらい。鼻もうちょっとね、良かったらもっと男前だったなと思うんですよね。まあ、男前ではどうでもいいですかね。で、まあ、ちょっと毛量が多いんですよね。毛量が多いのも気になる。やんね、やっぱこう、意外にこう、僕から見ると性欲の強さがちょっと出る感じですかね。性欲の強さが出てですね。まあでも、基本的にはね、優しくてぼやっとしてる感じかな。そう、そのニコちゃんですよね。軽率。なんで、いろいろ注意した方がいいですね。その、特にお父さんなんだったら、
そのね、一家の主がですね、騙されたりとか、お金取られたりとかすると、もう、ね、大変なことになるんで、そんな、僕の元に、その、感想枠のリクエストが来る感じの悪さではないですよ。なんか、そう、やたらこう、ロボットとか機械とか、心がこもってませんとか、心がこもってないんじゃなくて、その、むちゃくちゃ深く言ってないんで、考えずにやっぱ喋るんで、ペラッペラに聞こえるんだと思いますね。ちょっと僕喋り見たことないんですけども、多分その、そのペラッペラな感じに聞こえて、はい、しまうんだと思いますね。なんでまあ、騙すよりは騙されるわかな。口元いいですけどね。はい、口元は、いいんで、嘘をつくというよりは、そう、このね、口は非常にいいんで、ちょっとね、人中はマイナスなんですけど、はい、口元はいいので、そう、だから軽薄そうとか、そう、ペラペラに聞こえるっていうのはですね、本人が嘘をつく意識はなくってですね、多分何もぽやっと考えずに、喋ってるっていう感じじゃないですかね。なんでまあ、そこまで僕の元に、感想枠のリクエストが来るほど、全然その悪人じゃないですし、はい。なんか、なんでこんなにこの人、ひどく言われるのかなっていう感じが、しますね。まあ、そう見えるのかな。はい。なんでしたっけ、そもそもが。実は、冷淡で他人。冷淡っていう感じじゃないですよ。おそらくね、優しいんですけど、その優しさが見えない感じじゃないですかね。はい。と思いますね。そうそう。でも、ハングルメタルさんみたいな感じの、リクエスト多いんですよ。まあ、皆さん結構ね、感想枠リクエストしますって言いながら、自分のね、なんか思ってることとか、自分の感じてることを一緒に書いてくれるんですけども、なんで、これが多いんです。冷淡、他人はどうでもいい、クール。で、ロボットみたいとか、言葉に気持ちがこもってないとかなんですけども、でも、それあんまり悪くなくって、そうそうそう、悪く言うと軽いっていうか、適当にペラペラ喋ってる、っていう感じですね。でも別にね、それね、悪気があってじゃなくて、で、案外僕優しいと思いますけどね。で、男前すぎるから、シュッとしてるから、クールに見えたりとかですね。で、冷淡に見えるかもしれませんけど、僕はすると、優しいけど、その面が見えないっていう、ちょっとその、かわいそうですね。男前が、その、マイナスに出てるというか、っていう感じですね。男前すぎると、もうそれはそれで、かわいそうですね。クールに見えるのかもしれませんね。もうちょっと、ブサイクだったら、あ、気持ちこもってるな、とか、はい、確かに、前田耕造さんのように、西川きよしは気持ちこもってますけど、あれ多分力が入りすぎてるんですよね。あんま多分その、力が言葉に、入ってないんだと思いますね。僕は、いつも言いますけど、まあ、感想誌の感想で言うと、その友達とかになりたいタイプですね。仲良くできそうだし、まあ、一緒にね、合コン行くと、まあ、僕、合コン行ったことないんですけど、一緒に合コン行くと、多分ですね、全部持っていかれそうなんで、嫌ですけども、男友達として、付き合うんだったら全然、いいですけどね。僕は、仲良くしたいですけどね。そうですね。なんで、まあ、そんな皆さんがリクエストで書かれるほど、悪くはない。っていう感じですね。あ、ただ、合コンには行きたくない。案外これ大事なんですよ。男ってこれ大事なんですよね。そこら辺が、やっかみというか、やっぱイケメンと行くとね、はい、これちょっと余談になってしまうんですけども、昔ですね、プロレスラーの大仁田敦さんがですね、まあ、大仁田さんが、まあ、プロレスラーで付き人いるんですけども、付き人、もう今亡くなられたんですけどね、はやぶささんっていう、江崎さんっていうんですけどもね、江崎さんっていう人をですね、付き人につけたらですね、スポンサーとか谷町と飲みに行くじゃないですか。はい、飲みに行ったら、やっぱその江崎くんがですね、イケメンなんですよ。はい、それで、一切モテないんで、付き人をクビになったという話があるんで、その仕事とかは付き人としてですね、選択とかね、
それちゃんとやってたのに、そう、あのイケメンすぎてですね、あの女の子がみんなその付き人の方に行くんでね、無理な理由で首に付き人首になるっていう話がエピソードがあるんで、あ、だからまあ男ってね、そういうのあるんですよ。うん、まあやっぱ女の子もね、やっぱそのイケメンとね喋りたいんでね、あ、だからその僕の谷原さん評価はそんな感じですね。男同士で食べに行ったりとか、ご飯食べに行ったりとか、男同士で遊ぶんだったら、はい、全然ね、そうそうね、長崎さん言ってましたよね。そう、香取慎吾系のね、男前ですからね。うん。いや、まあ、大仁田さんの気持ちもわかりますよ。うん、わかります、わかります。早草めっちゃイケメンですよ。江崎英二って言うんですけど、本名ね。なんでまあ、僕の評価はそんな感じですから、ね。ただ、谷原さんと確かに、うん、そういう飲み屋さんとかね、行くと、まあ、男はみんなモテないでしょうね。背もなんか高いですよね、この人確か。なんかモデルみたいな、スラッとした感じの人ですよね。なんでまあ、皆さんが言うように、あんまりその、谷原さん、悪いとこは見ないですけどね。悪いとこ見ないですけど、なんか男前すぎると、そうそう、アッジさんのやっかみですね。男前すぎると、こう、来るんでしょうね。麻生先生も一緒ですね。麻生先生も金持ちやから、リクエスト来た時に、はい、めっちゃ高いバイオリン買ってましたとか、異常にお金があるんでおかしいと思いますみたいな感じで、ちょっとやっぱこう、男前とかお金持ちだとですね、やっかみが入るんですよね。そこら辺もなしにですね、フラットで見るのが、このやっぱ感想枠は大事ってことですね。それは僕もね、こんだけイケメンやったらね、いろいろやっかみとかね、こいつ悪いよとか言いたいですけども、ちゃんとやっぱ、きちんとした宣伝をしないとですね、悪い人は悪い。まあ、それしかも面相だけですけどね。だから面相が 100% 正しいわけじゃないので、はい、まあ面相がちょっとね、競争でも、いい人間もいるかもしれませんし、喫相でも、なんかやらかしはありますからね、どんな人間でもね。面相って難しいんですよ。いくら喫相でもね、やっぱ浮気とかね、浮気一つとか、まあその金地行くみたいにね、管理売春とか、ね、売春の斡旋とかはまあどうかと思いますけども、やっぱりね、はい、浮気とかはまあ、まあまあ、人間なんでね、どんだけ喫相であろうとね、正直、あるのはありますよ。これはもう、女性も男性もね、それ一回の失敗を、いろいろ言ったりとかするとですね、もう、そんなもう、喫相とか競争とか関係なくなるんで、オセロの中島さんね、まあ、その、付き合ってる女性もしょうがないんじゃないですかね。まあ、それもよく言われるんですよ。それもよく言われるんですよ。なんか、喫相なのに、こんな男と付き合うんですかとか言われるんですよ。もう、それ関係ないっすよ。女の子、いい子ほど、悪い男に引っかかりますし、そこまで言うともう何もできないですよ、人間。その付き合ったね、男とか付き合った女まで言われるとですね、それはもうそこまで言うと無理ですよ。でも本当にそれ結構書かれるんですよ。喫相、先生喫相とか、前相とか言うのに、こんな悪い男と付き合うんですかみたいなこと言うんですけども、むしろそれ喫相やから付き合ってるんちゃうのみたいな。喫相やから騙されてるんちゃうのと思いますけどね。そうそう、そんなパーフェクトなね、人間とか、その、全部が全部ね、すべて整うという神様みたいな、いないですからね。で、離婚もしますよ。で、僕の、このチャンネルやったら離婚したら悪いって言われるんですけども、いやもう離婚とか誰でもありますって。喫相とか言ってるのに離婚してますけどみたいなこと書かれるんですけども、なんでこう、離婚イコール悪みたいになってるんですかね。人間ですからね。その、相手がむちゃくちゃ暴力とか振るったらさ、離婚もしますよ。もうそこら辺がね、来るのがよくわからないんですよね。その、喫相とか善人に見えたらですね、ほんと神様みたいに思われるんですけども、もちろんそんなことはないんでね。そこら辺は分かってほしいと思いますね。はい、ということで、まあ、まあ、谷原さんはね、このハングレメタルさんと、はい、この大野悦雄さん、はい、以外にもですね、だから本当に、この正義感強いというか、まあこれは本当にそう思ったんじゃないですか。人として、香川さんがやってることはですね、まあ言うても褒められたことじゃないんでね、
僕は、擁護する部分はないと思いますよ。女の子のね、ブラジャー取って、胸揉んだりとかですね、クラブのママの髪の毛掴んだりとかする部分についてはですね、何一つ擁護する点は僕はないと思いますよ。ただ、俳優さんとしては素晴らしいとか、まあ、それは別に褒めてもいいと思いますけども、谷原さんのおっしゃる通り、香川さんがやったあのことについてはですね、何も褒められる部分ないですし、ただ単に香川さんが、悪いだけだと思いますよ。そのお店がどうとかママがどうとかホステスがどうとかそんな一切関係ないと思いますよ。やったことについては香川さんが悪い、まあ、ただそれだけの話だと思いますよ。でまあその谷原さんも、当たり前のことでね、まあ、そう言ってるから別に谷原さんも別にそんな気をてらったこととかね、わざとその視聴者とかにね好かれようと思ってるんじゃなくて、ただ単に谷原さんも普通の意見を言ってることだけやってますよ。しかもお子さん多いんでしょ。お子さん多いんだったらね、自分の娘さんがそういう、目にあったらとか思うと思いますよ。これ結構言いますからね、みんな。自分の娘やったら殺してるわみたいな言う多いですよ。僕の友達の会長とか富豪でも、もし自分の娘が殺されてたらもう殺してるわみたいなこと言う、はい、人いますからね。結構いますよ。ということでね、まあこれは別に、谷原さんが、まあ、普通の話をしたんだと思いますね。そんな特別なことは言ってないと思いますよ、谷原さん。別に普通の意見、まっとうな意見だと思いますよ。僕もそのテレビ出てた谷原さんと同じことを言ってますよ。今と同じことを言ってますよ。この件についてはその香川さんが悪いですねっていう、ただそれだけのことですね。まあ娘さんとかおる人だったら分かりますよ。自分の娘がそんなされてたらムカつきますからね。自分の娘でも彼女でも奥さんでもそうですよ。それされてたと思ったら許せないでしょ。それだけの話ですけどね。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。記事公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。ツイッターはチャンネル最新情報、インスタグラムでは火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。